第19回公開憲法フォーラムに遠路多数のご参加をいただきまして誠にありがとうございます。ご来場の皆様こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三です。例えば憲法9条です。今日災害救助を含め命がけで24時間365日領土領海領空日本人の命を守り抜く、その任務を果たしている自衛隊の姿に対して国民の信頼は9割を超えています。しかし多くの憲法学者や政党の中には自衛隊を違憲とする議論が今なお存在しています。自衛隊は違憲かもしれないけれども、何かあれば命を張って守ってくれというのはあまりにも無責任です。私は少なくとも私たちの世代のうちに自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、自衛隊が違憲かもしれないなどの議論が生まれる余地をなくすべきであると考えます。もちろん9条の平和主義の理念については未来に向けてしっかりと堅持していかなければなりません。そこで9条1項2項を残しつつ自衛隊を明文で書き込むという考え方、これは国民的な議論に値するだろうと思います。教育の問題、子どもたちこそ我が国の未来であり、憲法において国の未来の姿を議論する際、教育は極めて重要なテーマだと思います。誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会を実践する上で、教育が果たすべき役割は極めて大きい。世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、経済状況にかかわらず子どもたちがそれぞれの夢に向かって頑張ることができる、そうした日本でありたいと思っています。70年前現行憲法の下で制度化された小中学校9年間の義務教育制度、普通教育の無償化はまさに戦後の発展の大きな原動力となりました。70年の時を経て社会も経済も大きく変化した現在、子どもたちがそれぞれの夢を追いかけるためには、高等教育についても全ての国民に真に開かれたものとしなければならないと思います。これは個人の問題にとどまりません。人材を育てることは社会経済の発展に確実につながっていくものであります。これらの議論のほかにも、この国の未来を見据えて議論していくべき課題は多々あるでしょう。私はかねがね半世紀ぶりに夏季のオリンピック・パラリンピックが開催される2020年を未来を見据えながら、日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだと申し上げてきました。かつて1964年の東京五輪を目指して日本は大きく生まれ変わりました。その際に得た自信がその後先進国へと急成長を遂げる原動力となりました。2020年もまた日本人共通の大きな目標となっています。新しく生まれ変わった日本がしっかりと
動き出す年、2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。私はこうした形で国の未来を切り開いていきたいと考えています。ここからシンポジウムの司会を務めますのは、民間憲法臨調および美しい日本の憲法を作る国民の会両会の代表でジャーナリストの桜井佳子先生です。よろしくお願いいたします。先ほどの安倍総理のスピーチ、自民党総裁としての安倍総理でいらっしゃいましたけれども、大変深く心に響きました。今朝の読売新聞にも大きな記事が出ておりまして、2020年までに憲法改正を成し遂げ、そしてその新しい憲法を施行したい、そのポイントは憲法9条である。第1項と第2項をそのままにして、国民の9割が本当に感謝している自衛隊の存在を憲法にしっかりと書き込みたい。そしてまた、日本国は優秀な人材によって盛り立てられてきた国であります。人材を育てるには、すべての子どもたちに教育を与えなければならない。高等教育まで国の責任できちんと受けられるようにしたいということもお話になりました。こうしたことを含んだ憲法改正、そして改正憲法を施行する2020年が目標である。これほど明確に具体的に憲法改正への思いを自民党総裁として語ってくださったことに、私たちは本当に勇気づけられます。みんなで一緒にやろうという気持ちになりました。具体的に何を優先したらいいのか、これは安倍総理もおっしゃいました。国民の9割以上が本当に自衛隊の方々に感謝しているんです。本当に自衛隊がいてくれるから、日本国の安全保障、私たちの命が守られているんだという実感を持っています。でも憲法のどこにも自衛隊の字の字もありません。憲法を見る限り存在していない。おかしいです。だから何よりもまず自衛隊の存在をきちんと憲法に書き込むこと、これは9条1項2項そのままに、そして自衛隊の存在を書き込むという総理の思いとも一致するわけですけれども、私たちもまた自衛隊の存在をきちんと書き込んでほしい、これが優先事項の一つであります。そして物理的に我が国はどのような状況にあるのか、あの 3.11 の大災害がありました。多くの方が亡くなって、まだ現地の人たちはまだ十分に復興が成し遂げられていなくて苦労していらっしゃいます。国民みんなで一緒に助け合わなければいけない場面ですが、でもさまざまな科学者たちの予想によりますと、もっと大きな地震が襲ってくるかもしれない、南海トラフのような危機が30年以内に 70% とか、いやもっと高い確率で来るんだとか、本当に科学者の声に耳を傾けるとき、私たちの国が直面している危機は尋常ならざるものがあると思います。今朝の産経新聞に桃地先生も書いておられました。
私たちが思っているよりも、もっともっと深刻な自然災害に襲われる危険性がある。このことを考えますときに、どうやって国を守るのか、どうやって国民を守るのか、どうやって命を守るのか、これはもう最大限私たちが力を入れて知恵を絞って対策を取らなければならないことであります。そのためにもぜひ憲法に緊急事態条項を入れるということを優先事項の一つにしていきたいというふうに思います。実はおとといですね、総理は、総裁は、超党派の議連の会合に出席して挨拶しています。今日のビデオになかったことだけちょっと簡単に説明したいと思います。まず1点は、もはや憲法っていうのは不満の大点と考える国民はほとんどいない、これ1点。2点目は、平成24年自民党はすでに憲法改正草案を出しています。これは叩き台です。一部の高村副総裁なんかは、いや叩かれ台で結構なんだと、大いに議論してほしいと、批判をするところから何も生まれない。だからこそ、これを批判をするんだったら、じゃあどういう形がいいのか、具体的に提案をしてほしい、こういうことを言及をしています。3つ目、政治家は評論家でもなければ学者でもない、結果を出していくため、出していくこと、そのためには、その結果を出すために具体的議論を憲法審査会でしっかり進めてほしい、これが3つ目の総理の主張。4つ目は、少子化、世界の安全保障環境が大きく今変化している、そういうふうに対応するためには憲法の改正が必要なんだ。5つ目、目先のいわば政治闘争にとらわれることなく、しっかりと議論をして、そして憲法改正の道筋をつけてほしい、この5点が一昨日言いました。今日の総裁のメッセージと合わせると、我が党の考え方もはっきりしています。公明党は加憲という立場を、取っております。憲法に新たな条項を加えるという意味でございます。で、私たちは、各所で申し上げておりますが、今の憲法は戦後の日本の民主主義の発展の礎であって、特に三大原理といわれる国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、これは堅持すべきだという立場を明確にいたしております。しかし、もう皆さんご承知のとおり、憲法、今の憲法制定から70年経ちまして、櫻井先生の冒頭の基調講演に詳しくありましたように、国内外の情勢が大きく変わっております。で、そういう中で、私ども公明党、今日新聞に出しております憲法記念日アピールではっきり申し上げておりますが、憲法も法規範である以上、新しい時代に対応した改正があってしかるべきだと、これが我が党の立場でありまして、で、この立場からですね、どういう新たな条項が必要なのか、これを検討をしてきております。で、まだこれだという、具体的な結論が今日この場で申し上げられないのは残念ではありますが、どんな議論をしてきたかだけ簡単にご紹介して終わりたいと思います。一つは、緊急事態、東日本大震災もそうですし、軍事的な要素のある有事もそうでしょう。そういった緊急事態における国会議員の任期の特例について相当党内では議論をしてまいりました。東日本大震災の直後には、実は統一地方選挙が予定されておりました。しかし、東北で2万人近くの方々が亡くなったり行方不明になる中で、選挙なんかできないということで、あの時は地方統一選挙ですから、一般法を特例的に変えることによって選挙を延期しました。しかし、衆議院選挙や参議院選挙は憲法を変えなければ、これ勝手に延期ができないという問題がございますので、もし衆議院解散総選挙と首都圏直下型地震や南海トラフ地震が重なりますと、重大な事態になるということが予見できるわけですから、これをどう手当てするかということは、しっかりとした議論に値すると思っております。また、
新たな人権とも呼ばれますけれども、プライバシー権や環境権などについても議論をしてまいりました。で、最後に今日の朝の読売新聞、拝見、安倍自民党総裁のインタビューを拝見して私驚きました。なぜ驚いたかと言いますと、先ほど古谷先生が叩かれ台だと、小村副総裁の言葉をご紹介していた平成24年の自民党草案とはだいぶ異なる中身で、まあ、今日のビデオメッセージもそうなんですが、総理がおっしゃっていたから私驚いたわけでございます。で、この総理がおっしゃっている2020年までに憲法9条の1項2項を変えずに3項を追加して自衛隊の存在を明記するということにつきましてですが、これはまだ党内でこれから議論するわけですけれども、私個人としては自衛隊の皆さんは使命感そして責任感を持って非常に重要な活動を国内外で行ってきております。私自身も東ティモールにおきまして自衛隊の諸君の活動をこの目で2回ほど視察をさせていただきました。そういう意味で言えばきちんと明記をしていく考え方というのは十分に理解をできると思っております。また1項と2項を憲法9条の1項と2項を変えずに3項を追加するというのは我が党の加権アプローチに合う考え方であるということも留意を、ちょっとすみません、最後大事ですに留意をしたいとこう思っております。私は憲法改正の機は熟したとこう思っています。我が党はまだまだ生まれたての弱小政党でございますが、自民党と同じようにですね、綱領に憲法改正明記しています。いろいろ政党も紆余曲折がありましたが、今の綱領にはですね、一番冒頭の第1章第1節にですね、憲法改正を掲げてますので、その点改めて申し上げておきたいと思うし、それから脱イデオロギーですね、冷戦も終わった、また選挙制度も変わって実際に3分の2ということが視野に入ってきた、これは本当にすごいことである。これは先輩政治家の皆様また国民の皆様のご努力の、成果であると、また皆様のご努力の成果であると心から敬意と感謝を持っているわけでありますが、強調したいことは、今日は読売のね、この総理のこれ、注目されてますが、読売の社説にですね、今日は読売の社説の見出しは、自公委、自公委ですね、一応仲間に入れていただいて、自公委、自公委で3年後の改正目指せってこう書いてあるんですね。いや、読売新聞は偉いんですけど、当たり前のことでありまして、皆様思い起こしていただきたいのは、昨年の参院選、あんまり民進党の悪口は言うなと言われてるんですが、昨年の参院選で3分の2を阻止すると言って選挙したのは野党第一党であります。で、実際に自公委で3分の2を得たわけでありますから、自公委で改正を目指せというのは、これ読売新聞に言われるまでもなく、選挙で国民の皆様が自公委の3分の1です憲法改正やれとおっしゃってるわけですから、これは民主主義のですね、立憲主義の日本国家として当たり前のことでありますので、何としてもですね、この安倍政権の間に3分の2を確保している、これからももう未来永劫3分の2は維持したいと思ってますが、しっかりと国民との約束を実現をしてまいりたい、このように決意をしているところでございます。南海トラフ地震が発生すれば大規模な複合的被害が広範囲かつ同時に発生することが想定されており、内閣府の発表した想定によれば、最悪の場合全国の想定者数は東日本大震災の約16倍となる約32万人、影響は30都府県にも及ぶとされています。そして高知県の場合、残念ながら想定される津波高は全国最悪であり、
黒潮町では約34メーター、沿岸部すべての市町村で10メーターを超える津波に直面することが想定されています。結果、想定死者数は約4万2000人、負傷者は約3万6000人に至るとされているところです。こうした被害からいかにして県民の命を守るか、今も高知県政の最重要課題であり続けています。応急復旧活動が極めて困難なものとなることが予想される中、被災者の居住や移動の制限などを限定的に可能とする規定を設けるべきではないかという点です。高知でも大規模な長期浸水が予想され、またそもそも負傷者が約3万6000人に至るなど、人命救助、応急復旧作業の困難が予想されています。そうした中で、限られた応急救助機関の力でいかにして迅速に人命を守るか、スピードが問われる事態が出てくるはずです。現行法で可能とされる差し迫った命の危険がある場合にとどまらず、スムーズな応急対応を可能とするために一定の居住や移動の制限を課すことなど可能とすべきではないか。他方で過度な人権制限は絶対にあってはならず、それを防ぐための明確な歯止めも併せて講じるべきではないか。率直に議論を重ねる必要があると思います。例えば、今ある米軍基地がそのほとんどが、自衛隊基地に置き換わったらどうかということを考えます。今沖縄県民が、非常に不平等感あるいは差別感を感じているというのは米兵による事件事故の問題です。もし、米兵が事件事故を起こしても、日米地位協定を盾にして、米兵が本国に逃亡してしまうかもしれないと。しかし、もし日本の自衛隊員が事件事故を起こした場合は、自衛隊員は日本の公務員ですから、日本の法律によって処分されることになります。そういう意味では、今日本、沖縄県民が感じているような不平等感あるいは差別感というものは、もし日本が自分の国は自分で守るというあるべきその姿を取り戻した場合には、おそらくかなりの部分軽減されていくだろう。日本の沖縄のその基地負担の軽減ということは当然進めなければならないにしても、日本が憲法9条を改正して自分の国は自分で守るという姿を取り戻すことが、その究極的にその沖縄県民を救うことにもなるのではないかと思っているところです。そういう意味では、沖縄を苦しめ続けてきた憲法9条の改正というものを、私も沖縄県民としての立場で沖縄から今後とも発信していきたいと思います。震災でですね、緊急事態条項のがなかったために救えなかった命がたくさんあったという議論がありますけれども、会見でですね、緊急事態条項の創設についてどのようにお考えでしょうか。緊急事態への対応につきましては、特に災害対応についてはですね、今日本の法体系というのはいくつかの、阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして最近の熊本の大地震等も含めまして、いろんな経験を通じて教訓を得て、その都度ですね、国会で法律を変えてきております。東日本大震災の時に特別立法とか特例法でしたものを今恒久化している作業も国会で進められておりまして、私どもの見解としてはですね、今はその憲法の下にある一般の法体系によってですね、だいぶいろんな事態に対応できるようになっているというふうに思っています。ただし、私が今日のフォーラムの中で申し上げましたように、衆議院議員とか参議院議員の選挙や任期については、これは憲法にしか規定がないわけでございますので、これとその震災の被害とか復興が関わってきた場合にどういうふうに考え方を整理するかということは大きな論点だろうというふうに思っております。それ以外のですね、緊急事態の対応等についてはだいぶ今法整備が現状でも進んでいるというふうに理解しています。IWJ です。お世話になっております。 IWJ、 はい、今日緊急事態条項について発言なかったんですけど、IWJ はね、なんか捏造するから取材答えないから。捏造はしてないと思いますけれども。捏造してるから、行きましょう。ちょうど、どういったところが捏造でしょうか。捏造報道は具体的にありますか。またどの記事が具体的に捏造でしょうか。答えずに聞いてしまいましたが、足立議員でした。どういった思いで
今日ご参加されたんですか。憲法改正の話がね、ずいぶんあちこちから聞くので、一体内容をね、どういうふうになってるのかちょっと知ってみたいなと思って。基本的に憲法に対してはどのようなお考えでいらっしゃるんですか。いや、9条が素晴らしいと思ってましたので、具体的にね、他には知らないんですけど、でも今までね、平和でやってこれたのは憲法の後ろ盾があったおかげかなって思ってたんですけど、だんだんいろいろこう日本の状況が怪しくなってきたぞっていうので、それから災害の時にね、自衛隊の人たちにも本当に活躍目の当たりしましたので、被災地によく行ったんですね。そうするともう自衛隊の方たちが頼もしくて大変な思いをしてね、やってくださってたのも聞いてるんですけど、持ち帰ってからね、ちょっともう正常じゃいられないような状況、おまわりさんとかね、自衛隊の方はそういう中でね、活躍されてくださってたので、そうなると本日安倍総理から発表のあった9条はそのままに、自衛隊の存在を明記するという発表についてはどのようにお感じになられたんですか。そうですね、私たちにとってはもうそれはね、いいと思うんですけれども、海外の方たちは軍隊って思うんじゃないかなというのは、ちゃんと伝えないとって思いますね。例えば本日の桜よし子さんなんかは、緊急事態条項を作って自衛隊に私たち感謝しているんだから、その緊急事態条項も作ってっていうことを主張されているんですけれども、一方でそうしたものを作ると政府 その権力の横暴につながっていくんじゃないかというような懸念もありまして、そういったところをどういうふうにお考えになりますか。そうですね、もうそれは上の人たちがね、自覚して世界に迷惑かけないような、ちゃんとした日本だったら、海外の人たちもね、協力してくださったり、トルコのことだったり、かつての日本人の行動で日本人をね、尊敬してくださったりしてる、そういう日本の現代でありたいので、暴走はね、ないように、やっぱり国民がちゃんとしてたら政治家もちゃんとすると思うので、まずはちゃんとした国民になっていってと思いますけど、でそういう国民の選択だったら未来に間違いはないだろうなと思いますけどね。例えば被災地の県の中でも、これまで実際に大きな地震があったような県とかの知事の中には、緊急事態条項は逆にその地方の知事の権限を弱めてしまうから、国に一極集中をするよりも地方の権限を大事にしてほしいという意見もございますけれども、そういったものをどういうふうに思いますか。それでしたら地方の方が現場に近い、より近いところの方がね、ちゃんと行動できると思いますね。例えば今日のその桜井よし子さんのお話、何かをこう聞いていると違和感を感じるところもなくはないということですか。桜井よし子さんのまとめ方はとても納得がいきましたね。バランスが取れてたと思います。そうなんですね。どんなところにこう共感をされたんですか。それぞれの方の意見をこう平たく、私たちと同じような立場で拾ってくれてたかなっていう。被災地に対する思いなども語られていらっしゃいましたね。そうですね、来年もまたこういう集会があったらいらっしゃいたいと思います。そうですね、はい、なるべく具体的に、ね、知ってちゃんとした意見を持ちたいと思いますね。それは強く思います。正しいこう情報とかね、それどんどんみんなに流していただけると、メディアの方はそうするとちゃんとした、ね、国民の人の判断ができると思いますので、とっても、ね、テレビ見てると偏ってるような気がするんですね。学園の問題とか、あともうそんなにこう殺人のこととか、ね、に詳しくならなくても私たちいいんじゃないかって思うんですけど、かえってこういう基本的なことの情報を、ね、たくさん流していただいて、ちゃんと考えられるようになっていったらいいかなと思います。ありがとうございました。